MC0.5 ヘリックスプラス、これのデモ機が届きましたので、これから、こちらのラックスマンのプリメインアンプ L505F の背面にあるサービスコンセントに挿して、ブレイクインを始めたいと思います。で、先ほど今まで挿していたこちらの MC0.5 ですね、これを引っこ抜いて、で、まあ、引っこ抜く直前の音と比べたんですけど、やっぱり寂しくてしょうがないですね。あれ 0.5 でこんなに効くんだってびっくりしちゃいましたね。ね、もうボトムエンドでそんなに、ね、上級機に耳が慣れてしまうと、一番下のモデルの 0.5 ってそんな大したことなかったんじゃないかとかって勝手にイメージしてたんですけど、いやいや、1ヶ月ブレイクインをしたら結構やっぱり効いてたんですね。なんだろう、音場空間が急に狭くなっちゃって、音がですね、スピーカーに張り付いちゃった感じですね。そこから伸びていかない感じです。で、あと全体に立ち込めていた空気、その録音空間の空気、それがスーッて嘘のように霧が晴れたように消えちゃったんですよね。ボトムエンドでこれはすごいですよね。で、じゃあ上級機のこのヘリックスプラス、こいつに変えるとどうなるか、これから挿して、ブレイクインを進めてまたご報告したいと思います。ではまた。